ゲッターズ飯田の占いプレゼンツ、ゲッターズ飯田の一富士二鷹三億万。どうも、占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。はい、というわけで億万さん、はい、もう無事に、この前ですね、9月5日中野ゼロショーホールで開催された億万トークライブが終わりまして。知らないよみんな何もご存知のみたいな。いやもうこれ聞いてかくれてる方は、だってゲストゲッターズ飯田でしたから。だからキャパ小さいだろそんないやいや250500のところ半分ですごかったです、ね、ノーギャラでやってますよ毎日億万さんのために。いやでも億万さんからもらったポップが、はい、あの時毎年億万くんのこのライブに呼んでいただくと、はい、億万さんがギャラの代わりにポップをくれるんですいやいや、ギャラは上げないけど、いや違いますよ、紙に絵と字を、本当に、ね、影響力あるからやめてくださいよ。紙と字で書けば違いますよ、めちゃくちゃ時間かかるからね。あれ、あ、出た怖い来たよ、ポップ書くことにオンついてたよ。怖い違います、まず受け取らないで。もう どうせお前出そうとしたあの紙空でしょ、どうせ。何がですか。俺になんか一応お礼みたいなの持ってくるんですよ毎回。いやでもうティッシュ入れてる。入ってるよ。厚めにしてるけどティッシュ入れてるでしょ。その手間の方が大変じゃないですか。息子の鼻かんだティッシュ入れてるでしょ。どうせ取らない。だいぶ膨らんでるっつって。だいぶどうせ取らないから。バカ。そのまま捨てるようにしてるし。バカ本当。バカじゃないです。いやでもなんか嬉しくてあれポップを使ってくださって。回ってますよ。ね、全国は行ってませんけど、はい、まあ、都内で行けるところは今本屋さん行って。あれはもう仕事じゃなくて本当にプラッと行ってるんですか。プラッと行って、まあ、なんか誰か子供割とかお祝いでなんか持ってこうって時に、はいはい、下北行ったから、はい、あの下北商店行ってみるとか自由学校誰かと、まあ、転職のお祝い、まあ、本当お祝いってほぼお祝いで行ってるんですけど、すごいですね、お祝いもあるから、はい、ちょっと顔を出す時にだったら書店行ってみようみたいな。まあ、でもあれですよ、はい、まあ、ツイッターとかブログ書いてます。立ち読みしてる人を占ってるので見ました。みんなこのこと生駒さんと千葉行った時も、はい、立ち読みしてるおばあちゃん占ってめっちゃビビってましたね。罰悪いしね、なんとなく人生でこんなことあるのかってこの前そんで自由学校でおじさんだったの、はい、珍しいなと思って、うん、おじさんがあからさまに俺より年上の人が俺の本立ち読みしてるからもうすぐ50、60ぐらい、50歳ぐらいかなと思って、まあでも結果近かったんだけど年齢的には、うん、珍しいな男性が立ち読みしてるんでって、じゃあつってもうススッと隣行って占いしましょうかって言ったら、えおーってなってああそっか、別の占い師が来たかって思っちゃうってことがあるわけですね、はい、僕の本ですマジでカメラ探すだろうな一番最初テレビですかみたいな。ですよね、テレビなわけないでしょこんなちっちゃい店に、本当にだってモニタリングでしょだってそれ、そうそのまま企画しますよ、でもなんかまあ去年かその前買ってってくれたから、はい、銀のインディアンだった、あ、じゃあ体調大変でしたねみたいな、新聞開いてからすぐ崩れるから気をつけていいですよって言ったら、いや6月過ぎてコロナにもなって、はい、もう大変に3週間入院したりとかして大変でと思って、はい、その本を思い出して、はい、そしたら下半期が体調注意って書いてあるから、なんだこの本と思って正直下打ちしましたみたいな。当たりすぎて著者目の前にいるわ当たりすぎて下打ち。だから2020年出たと聞いたから、はい、なるほど、今日はそれをちょっと立ち読みしに来たと。なんで買われんだよなんで買われんだよ。そしたらまさか本人が隣に現れたと思わなくて、はい、でも買い、まあ、占ってあげたら買います、はい、当たり前だよ当たり前だよ。サインしてもらっていいですかみたいな。すごい、いつ全然しますよっつって、俺は前回もう12冊自分でレジ持ってって、で買って、え12冊俺ってあれただお店行くときに普通に買うから、ね、あそっかそっかそっか、どうもこんにちはっつって著者ですって言ってもう書店員は大体無視するから無視されてるんすか。あれ全然されるよ、唾かけられて。それは違うでしょ影響力ありますから、ちょっと信じるやついますから。お客さんとして行ったら対応してくれるけど、はい、営業ですみたいな感じ行くと全然相手してくれない、忙しいから、あはいはいみたいな邪気にされるから、あこれは買わなきゃいけない。でもその時やっぱその赤い仮面してないんですもんね。してないだって生駒さんの時は全部買ってますもんね、うん、買うからまず向こうは客だな、うん、金を落とす人だと思うから、買う時に赤い仮面すればいいんじゃないですか。だからめんどくさいぞそんなまあそれで塩対応された場合本当に目も当てられませんね。寂しいです、はい、それでは鑑定いきたいと思います。東京都は30代前半女性、釜玉うどん、はい、お願いします。いつも楽しく動画
聞いてます。ありがとうございます。昨年のテレワークで仕事をしながら続ける作業 BGM を YouTube で探していたところ、こちらを見つけました。いやいや、なんでそれ見つけすごい確率だよ。すごい確率ですね。言ってください、作業用にしたら不便全然作業しづらい、短いしさ、邪魔してますよね多分、大概邪魔だよ。うん、奥間さんと、飯田さんの小芝居が好きでサイトに登録しています小芝居が占いじゃないの？え、占いじゃない？占いで小芝居が好き。そもそも俺ら小芝居してるの？小芝居じゃないですよね。これ生駒さんの台本通りの芝居してるんですか？ね、昨日も練習したもんね。してないわ。本当に信じる人いますからね、そういう。え、練習してる。本当に練習してるのかな？練習してますよ。今台本読んでますね。全部。一時全部書いてありますもんね。生駒さん占いに限らず二人がだべってるのが好きです。褒められてるのかどっちなのか、現在海外のゲーム会社に入りたいと思っており悩んでます。現在私はゲーム会社でイラストレーターをやっています。すごい。今年の7月で入社3年目になりますが、まだまだ覚えることがたくさんあり、日々勉強中の毎日です。ですが、自社の作るゲームの方向性があまり好きではなく、また最近の日本のゲーム界の美少年美少女ゲームが多いことにやや辟易としてきています。よく自分は海外のゲームをプレイするのですが、日本にはない作風に憧れたりしています。そこで海外のゲーム会社を狙ってみるのもありだなと思うんですが、ズバリ私に海外はありますか？または私はかつて少しドイツに留学に行っていたのですが、そういうのはご縁のある国、ちなみにドイツにゲーム会社はあまり有名なところはないです、を選んだ方がいいのでしょうか？または全然違う国を選ぶべきですか？どうですか？でもさ、ゲーム会社で働けてるならそのまま頑張ってて、その社内で行った方がよくない？辞めちゃったらもう二度と入れない可能性あるでしょ。そうか、めちゃくちゃ狭きもんよ、ゲーム制作会社って。そこでなんか偉くなって自分がやりたいものをやった方が近いってことですか？そう、実績を上げてもうとんでもない、でもイラスト、まあまあキャラクターも発注があるからさ、でもそれを描いたの誰みたいになればさ、仕事めちゃくちゃ来る可能性あるからさ、やめちゃうと、一応でも調べまして海外運は持っておりません。あ、ただ父方と離れた方が良くなるは出てるので、はい、実家とかだったら出た方がいい、うん、実家にいるならまず出た方がいいのと、まあでもペンを持つ作家としての才能を持っているところはあるので、はい、何のゲームやってるか知りませんけど、でもそのゲームが自分がこうやり目指すのと違うって、それ別にどうでもよくない、うん、俺占いの本作ったりとかサイト作ってるけどさ、サイトに至ってはほとんど俺見てもないしさ俺はできるから見る必要ないじゃん。はい、はい、まあ、このラジオは聞いてますけどね、飯田さん、このラジオ確か聞いてない、毎週木曜18時ね。そんなぴったり聞いてねえよ金曜の作業時間聞いてる休憩時間とか、はい、でも俺が占いの本作るけど、占いの本俺がすごく活用するかって言ったら、それは読む人が使ってほしいように編集とか企画を考えてるから、これ気に食わないわ、俺に合ってないって俺が言ったらおかしいもんね。いや、あなた使わないしみたいな、と一緒だから、考え方を、そうか、そうですね、そう、ゲームを作ることと自分がゲームがこういうのがいいっていうのはなんかちょっと違う、美少女、ね、美少女と美少年がいいっていうのはもうそれニーズがそういうものだから、そうなんですよって受け入れていかないと、よくあるのね、こういう自分がやりたいことをやったらそれが答えとして評価されるかって、それ全く評価されない可能性あるから、芸人さんでもいるでしょ、自分が好きなことだけやって全然わかんない、テレビのやつは全然面白くねえって言いながら舞台見ると、そっちの方がもっと面白くないみたいな。テレビで伝わんない、よくわかんない、面白いんだけど表現力とかいろんなことが足らないみたいになっちゃうので、海外事情はちょっとよくわかりませんが、じゃあもうちょいこの鎌玉さんはもうちょい粘った方がいいって感じですか？うん、一応向き的には来年再来年は流れ良くなってくるので、2022年23、24は一応上がってくるので、入社したタイミングがちょっと微妙なので、転職するなら2年後ぐらいがいいので、ちょっと様子を見て、まあドイツもいいんですけども、どこなんだろうね今ゲームの強いの、中国、中国資本ってすごいって聞いたよ、えぐい額がやっぱ資本で来るって、作ってきたのが日本の桁違うっすだもん。で、あれ課金なんてもう数パーセントがもうめちゃくちゃお金と払ってるから、もうそこを狙ったそのゲームを作ればいいだけだと聞いたことあるから、もうちょっと待って、今動いてしまうとちょっとまだちょっと勇み足になりやすいかなと思いますので、早くても来年の夏以降かな、このくらいまで待ってみて、あとあれですよ、一応ね社長の推し持ってるんで、
文句あるなら自分で会社作ればいい。ああすごい。ゲームを作ればいいです、はい、今ならアプリで作れるんですから簡単に。簡単とか簡単じゃないけどね、エンジニアと組んで作りましょうって社長になったら自分の好きなゲームできるんですから、それやるといいです。ただ計算の仕持ってないで全然儲かんないですけどね。じゃあ誰かそれつければいいですね。自分がなければ他の人つければいいので、ぜひ参考にしてください、ね、小芝居聞きながら頑張ってください。で俺らの小芝居ゲーム作ってください。俺らの小芝居ゲーム誰がやるんだそんな。あでも俺さゲームで一個アイデアがあって、はいはい、俺ここでも言ってた、はい、ゲームの設定のあるゲームバランスあるでしょ、強いとか強弱っていうのを運気と合わせて、ゲームをやると今日の運気が自然と分かるみたいな、うん、あれ今日敵死ぬほど強いみたいな、うん、運気今日悪いんだみたいな、今日なんか勝手になんか、ね、モテる、なんかモテないみたいな、はい、なんかすごい周り男だったら女の子がすごく今日出てきて、うん、なんか余裕なんかどんどん進むなとか、これはもう今もうメモってますよ、ゲームバランスと。スタッフが今メモってますよこれは。まあでもなんかそういうの組めるようになっていく人の方がいいんじゃないですか。あちゃんと仕事頑張って、ね、はい、ぜひぜひ頑張ってください。